皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT ジャズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂です。さて小坂先生、前回から厚生学園中学校高等学校の秀島康弘先生にお越しいただいてるんですけども、男子校での ICT 導入、興味深い話でしたね。はい、男子校の話ってなかなか聞いたことなかったんですけど、これは男子校ならではだなと思うとことか、あとは共学でも同じかななんていうのがあったので、両方の視点からすごく参考になりました。確かにそうですよね。また後編では iPad 導入後にどんなことがうまくいって、またどういうところで困ったのかについてお話しいただけるそうですよ。やはり男子校ならではの困ったことなんてあるんでしょうね。そういった意味では、この困難に立ち向かっていったのはどうやったのかといったところにですね、注目して見てみたいなというふうに思います。はい、ということで後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして、厚生学園中学校高等学校の秀島康弘先生。プレゼンタイトルは困難に立ち向かうための男子校 ICT ギアです。秀島先生、お願いいたします。どうぞ。こんにちは、厚生学園の秀島です。今回は以上のタイトルの後編として発表させていただきます。よろしくお願いします。では実際の実践例をいくつか紹介します。まず厚生学園のスタンスとして、必ずしも iPad を使った授業をしなくてもいいというスタンスがあります。それはいくつか理由があって、敷居を下げるということもあります。多くの人が ICT を使った授業って慣れてなかったので、最初はもう手探りの状況でやってもらいました。なので、ポイントポイントでこのような授業があると認識してください。国語の一つの例として、中学3年生の奥の細道という単元では、俳句に基づいた PR 動画の制作というのを行いました。ここに課題に書いてあるように、実際に自分が町役場の職員として町おこしのプロジェクトの動画を作るときに、どのような動画を作りますかという課題をやっています。一つ条件があって、その中で俳句ですね、1回はその俳句を使いなさいという課題で PR 動画の作成を行いました。厚生学園は男子校ですので、こういうの本当にもうみんな楽しそうにやるんですよね。で、みんな4人5人で集まってすごい動画を作って、そういう、原動力っていうのはすごい生徒は持ってるなと感じております。次は数学ですね。数学は授業というよりは内容の話なんですけど、高校数学で問題集を廃止しました。本校ではフォーカスゴールドという数学の問題集を使っているんですが、これ重さを測ったら1個 1.5 キロなんですね。ということは、数学 1A、2B、3 で 4.5 キロあるわけですね。これ 4.5 キロを持つのは相当、男の子でも重いと。ですが、リブリーという、iPad に入れられる問題集を使うことによって、iPad の重さはありますけど、実質、0キロということになって、生徒たちは喜んでおりましたね。こういうところって、iPad のいいところ、 ICT のいいところあるなと感じております。次に理科ですね。僕理科の教員なんですけど、僕の、いくつか事例はあるんですが、僕の事例を紹介させてください。問題解説をすべて動画化しました。YouTube に僕 の、チャンネルを作って、問題集セミナー科学というのを使ってるんですけど、セミナー科学の全部の問題の解説を昨年作りました。で、基本的には僕の授業では問題演習等の時間はあんまり取らずに、基本的には動画を見ろと、問題を解いて分からなきゃ動画を見ろ、それでも分からなければ僕に聞けと、そういうようなスタンスで授業を進めていきました。でこれ自体は良かったか悪かったかでいうと、僕の手間はすごい増えてその当時は大変だったんですけど、今は動画を見てる子が増えたので僕の手間は減ってるっていう実感はあるんですが、それ以上に授業の質が変わりましたね。ICT の授業をするということではないんですが、実際に理科では実験とかをしなきゃいけない、する必要がある場面っていうのはたくさんあります。ただ時間数は限られているのでできないことは多いんですが、この解説動画を動画化することによって、実際の授業実験がとても増えて、充実した授業を展開することができました。次は英語ですね。英語ではスピーキングテストという定期考査の中に、スピーキングの要素を含めた定期考査を行っています。100点のうち20点とか30点ぐらい、実際の点数になるテストです。いろいろノートとマイク付きイヤホンを駆使して
一斉にロイルノートから配信された問題に対して喋りかけるという、まあ、男の子なんですごい勢いで喋るんですけど、もしあの動画をどっかで見れる機会があったら見ていただきたいんですが、すごい勢いでみんな喋っていますね。まあ、ただ、マイク付きイヤホンであればちゃんと個人の声は録音できて、採点することができるようです。最後に総合探究ですね。中学1年生から高校2年生まで毎週1時間探究の活動を行っています。で、毎年中間発表と最終発表を経て、論文の執筆を行っています。で、ご覧の通り iPad を使った論文の執筆や発表と、さまざまな面で iPad というのは役立っております。また最近はあの総合型選抜という入試が拡充してきて、大学入試で今年高校3年生でこの論文を使って合格を勝ち取っている生徒というのもたくさん増えてきました。では次に ICT の保守管理について説明をさせていただきます。本校はアメリカンフットボールとか野球が強い学校なんですけど、まあ、大体半分以上が運動部に所属しています。で、男の子なので、野球道具とか勉強道具とか、iPad が全て同じバッグに入れるんです。まあ、ご覧のとおりこれあの野球部のバッグなんですけど、全て同じ入れます。そうするとどういうことが起こるかっていうと、 ありえない破損の仕方をする iPad が続出するんですね。まあ、バキバキに割れた iPad とか、ありえない方向に曲がってる iPad とか、こういうのがたくさんあります。実際に6年間 iPad を使ってみて、破損回数を調べてみました。このようになっています。中学入学生と高校入学生分けて検証しました。で、ご覧の通り中学生はよく壊すんですね。はい、またそのアップルケアの保証期間がギリギリになる、まあ、中学の場合6月に切れるんですけど、その時に駆け込みで来る駆け込み修理というのはとてもたくさんありました。なので中3が一番多く修理したことになっていますが、そのようになっています。ICT 担当教員としてはその修理の手間というのはとてもかかるので、ここの手間を何とかしたいなと思っておりました。そこで対応として、まずアップルケアを4年間に増やすという、まあこれはアップルの方からちょっと交渉して、実際は2年間なんですけど4年間にしてもらって8回も壊せるというような保証にしてもらっていました。まあ、実際8回も壊す猛者はいないんですけど、4回壊す子はいましたね、実際6年間で。なのでこれは意味があることだったかなと、本人にとっては幸せなことだったかなと思っております。また教員の作業効率化のために ADE ですね、まあ、旧 DEP というものですけど、それを導入して iPad のキッティングを高速化することに実現しております。最後に ICT のこれからですねについて話をさせていただきます。厚生学園はですね、 iPad は比較的早い段階で導入したんですが、実は教員の業務っていうのはあんまり ICT 化してなくて、結構その紙ベースなんですね。そこをぜひデータ化したいなと思っていて、ブレンドなどというような勤怠管理や成績管理などを使ったソフトを使って電子化したいなと思っておりますし、実際共有サーバーというのが現状その厚生学園の中にでかいサーバーがあるんですが、それをクラウド化してどこでもアクセスできるようなサーバーにしたいなとも思っております。また生徒主導の ICT 教育っていうのを推進したいなと思っていて、まあ、今教員がかなり引っ張っている状況なんですけど、生徒 ICT 委員会っていうのを設立して、実際に生徒たちが自分たちでどんな授業をしたいかなとか、こんなふうに iPad 使いたいなっていうのを考えていけるような授業ができたらいいなと思っております。はい、この後は個人的にやりたいことなんですが2つあります。1つ目は厚生学園ならではの科学のアプリケーションを作りたいなと思っています。そのために今 SWIFT の勉強を頑張ってます。2つ目は、文化祭の時作ったマインクラフトで、校舎を作ったんですが、それを完成させたいなと思っています。で、この仮想空間で生徒がいろんなことできたら楽しいかなと思っております。最後にこの ICT 教育が、生徒の助けになるように僕も頑張っていきたいなと思っております。この右上の写真は、生徒が、iPad で、1万枚ぐらいの写真ですね、思い出の写真を並べて僕の顔を作ってくれた作品です。まあ、こんなことも iPad、生徒の創造性でできるよってことを紹介したく、ここに掲載しました。ご清聴ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。聖徳学園中学高等学校の品田です。
今日はですね、ガレージバンドを久々に紹介してみたいと思います。かなり進化してますよ。ガレージバンド、通称ガレバンなんていうふうに呼ばれるんですけれども、結構ド定番のアプリなんですが、意外と使ってないんじゃないかなと思います。音楽が得意じゃないとか、バンドをやってないとかですね、そんなの関係なく楽しめるアプリですので、ぜひ触ってみてください。例えば音楽を作るということだけではなくてですね、単純にナレーションを取る、声を取るっていうだけでもですね、ガレージバンドを使うことで綺麗に録音できますし、あと音色を変えたりとかですね、ちょっとこうロボットっぽい声にしたりなんてこともできますので、それだけでもかなり最近の学習動画なんか作るときに使えるんじゃないでしょうか。もちろん音楽を作るのもですね、簡単に楽しみながら作れます。特にこのライブループスっていうものを使うと、ある程度出来上がったフレーズを組み合わせてですね、曲を作れますので、一から鍵盤を使って入力するとかってことをしなくても曲ができます。これライブループスの画面なんですけれども、例えば EDM を選んでみるとこんな感じで、下にですね、赤枠で囲んだところ、これを適当にタップしていくだけ、これだけでですね、どん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 曲が再生されていきますので、まあタップするタイミングだとか順番とかを考えてあげると、あっという間に一曲できてしまいます。はい、どうだったでしょうか。で、こういったですね、まあ、フレーズだとか、まあ、フレーズが集まったものだとか音色とかですね、どん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 充実していってるんですね。で、これは最近のものになりますけれども、いろんなアーティストとかですね、プロデューサーが作った音色だとか曲なんかもですね、自分で触れるようになっています。これレディーガガの曲をですね、リミックスできるんですね。こういったものも難しいなと思うかもしれませんが、解説動画があるので大丈夫です。ちょっと新しいですね、まあ、音色入れてみたので、これで曲を作ってみました。はい、これまだ全然途中ですけれども、こんな風にですね、ちょっとした曲をですね、簡単に作ることができます。このようにですね、一から練習しなくてもちょっと気分のいい曲を演奏できちゃう楽しさっていうのがあります。こんなことを気楽にできるのもですね、実は iPad だけなんじゃないかなと思います。普段ガレージバンドやってない人もですね、ぜひこれを機に触ってみてください。はい、ということで2週にわたりまして、厚生学園中学校高等学校の秀島康弘先生のお話をお伺いしたくて、いかがですか。はい、ICT 導入でこう苦労してない学校って多分ないと思うんですけど、まあ、それぞれの学校が、まあ、その困難を乗り越えていったってことはですね、やっぱ事例として共有していくのが大事なんだなって改めて思いました。そうですね、まあ、また今日iPad の破損件数っていうのを出していただいたんですけども、マックス4回の子がいるって、さすが男子校って感じですよね。そうですね、私自身は実は1回も壊したこともないんですけれども、まあ、どんな風に壊すのかなっていうぐらいだったんですが、でも改めてそういう話を聞きますと、こうやっぱり守るためのこうガラスフィルムだとかケースだとかしっかりしないといけないんだなっていうふうに思いました。そうね、まあ、また今日お話しあったアップルケア延長するなんていうのも一つの手かもしれないですよね。そうですね、はい、といったところでお時間になってしまいました。IT チャズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.